say cheese!私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしても、あの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分、笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げると、それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせにが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。笑いかわせみは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか。私はそれを持っていたのか。それは深い謎だ。怒りの頂上に座って、誰かいないか、私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか。